どうも、妖怪知専門チャンネルです。アニメ妖怪学園 Y にはですね、パロディーが実はめちゃくちゃいっぱいあるんですよね。ということで、今回はそのパロディーの元ネタ33連発やっていきたいと思います。まず最初はアニメの第1話。これはジンペイくんとかコマくんが小学生の時の話なんですけど、コマくんがランドセルにフィギュアつけてんだよね。それが怪奇人間ベロンいうことなんやけど、まあ、これはおそらく妖怪人間ベムのパロディーいうことよね。これがきっかけでジンペイくんとコマくんは仲が良くなっていくわけですけどね。続いて第2話、巨大サラリーマン宮沢さん。映画の、まあ、続編といいますか、続きになるわけですけど、巨大サラリーマン宮沢さんが出る回ね。なんか Y 学園で乱闘騒ぎになるわけだよね。で、騒動を沈静化するためにですね、コマくんが、マタロウのズボンをザッと下ろしてですね、パンツ将軍に敬礼みたいな言うんやけど、その時のパンツが、ケロッピーっていうキャラだよね。これはおそらくケロケロケロッピーだね、元ネタね。マトロくんが YSP クラブに入ることになるんやけど、マトロくんって特撮ヒーロー同好会ちゃうかったっけみたいな、そうだったあの時の顔がもう完全にウルトラマンだよね。マトロくんってもしかしてなんかこう宇宙外生命体なんかみたいな、まあ、特撮ヒーロー好きということでウルトラマンとか、あと仮面ライダーとか、まあそういうのが好きなんやろうなという一面でした。そしてこちら、立つんだジョニーってことで、ジンペイくんがこれやってるわけですけど、これはもう明日のジョーのコーチ、タンゲさんの、まあ、パロディですよね。そして巨大サラリーマン宮沢さん、めちゃくちゃでっかい音量が出てくるわけど、ふぶきちゃんが出したのが立体飛行装置これはまあ進撃の巨人の立体機動装置のパロディですよね。なんかアニメのワンシーンみたいなのが出てくるんやけど、進撃の巨人みたいな巨人出てきとるしみたいな、紐を使ってビュンビュン飛んでるみたいなね。ちなみにマタロウくんの声優さんがですね、井上真里奈さんということで、進撃の巨人のアルミンなんだよね。そしてアニメの第3話がバックトゥザモーニングということで、あるトリガーをきっかけに、ふぶきちゃんがタイムリープしてしまうよね。昔に戻ってしまうっていうことが起きるわけやけど、まあ、それの正体がね、ブロッケンクロックやったりするわけだけど、これさ、バックトゥザフューチャーのパロディもぶっ込んでるのかなと思いきや、時をかける少女のパロディに近いですよね、と。ふぶきちゃんは、うんこを踏んでしまうと、過去に戻ってしまうみたいな。で、時をかける少女、時かけ少女に関しては、主人公がジャンプしたタイミングで、戻りたい過去に戻るみたいなことがあったわけよね。そしてこのワンシーン、ふぶきちゃんがジェットブーツみたいなんで空飛んでるわけですけど、これがもう時かけ少女のもうポスターのと同じポーズよね。そしてアニメの第4話がゲスノートなんですけども、これは明らかデスノートのパロディなんですよね。デスノートは矢上ライトくんがデスノートに名前を書いて死因を書いたらそれ通りになるみたいなね、犯罪者をどんどん殺していくみたいなやったけど、このゲスノートに関しては名前を書くと、その書かれた人がどんどんゲスになってしまうっていう恐ろしいノートなわけよね。ちなみにゲスノート書いたのがこのネタミマスオくんなんやけど、結構矢上ライトくんの髪型に近いよな。これでさ、アニメの冒頭でジンペイくんとかがタイグの時間そのサッカーしてんだけど、タイガーショットみたいなの打ってるわけやけど、これってもしかして稲妻イレブンが元ネタかなとも思ったんやけど、これは、キャプツバの方だよね。ヒューガくんのタイガーショットが元ネタじゃなかろうかと。そしてこちら、映画でも出てきたんだけど、名探偵粉っぽいみたいなんで、マタロウくんがなんか名探偵になるよね。それがどうもアニメの名探偵粉っぽい。ポイン低年齢向けの推理アニメいうことだけど、コホンコホンと主人公が咳をするっぽいね名探偵コナンのパロヤーンっていうね。そしてこちらギャーみたいな顔なってんだけど、これは作風がさ梅津和夫さんだよね。アニメの第5話がチャーリーのチョコレート工場ということだけど、これの元ネタがチャーリーとチョコレート工場ということでね、チャーリーさんっていうなんか中国っぽいねキャラの名前になってるわけだけど、チャーリーさんのチョコレートの中にはなんか占いが書かれてあって、それを読んだキュービ君はその占いの通りなんか飛んでってしまうよね。そしてなんか吹雪先生のなんか胸の中に飛び込めるかと思いきや、学園長の金谷のお尻にズッポってはまってしまうわけやけど、その時のワンシーンでしたね。我が学生生活に一片の悔いなしみたいなね。これは、北斗の拳のラオウのパロディだよね。我が生涯に一片の悔いなし。その占いの正体がキョンシー。で、キョンシーは姿を消して、その占い通りにすることができるよ、みたいなね。これはもう中国の映画のキョンシーと全く同じだよね、元ネタね。アニメの6話がカメラを止めたら呪われるということで、まあ、映画の回だったんですけど、これもカメラを止めるなのね、結構パロディ入ってましたよね。ゾンビとかも
いっぱい出てくるし、映画部の監督がルカス・ジョージということで、ジョージ・ルーカスが元ネタやねと。そしてさらにこちらがランボーくんなんやけど、怒りの、まあ、ランボーが元ネタですよねと。そしてこちら3年 B 組のブルースってことで、ブルース・ウィルスが元ネタだよね。そしてこちらシュワルツってことで、シュワロズネガーさんが元ネタ。さらにジョージ・ルーカスということで、ジンペイ君コマクがスター・ウォーズのねパロディやってましたよね。アニメの第7話でようやく一つ目のアイサークルのミステリアルメダルがコンプリートしたわけなんやけど、トイレの花子さんが出てくんだよね。その時のパロディがこちらですね。テレビから出てくる花子さんみたいな、いやそれ貞子さんやからみたいな、貞子さんっていう言い方もおかしいか、貞子か。昔結構流行ったよね、井戸からなんか貞子が出てくるみたいな。ほんで実際のテレビからも出てくるみたいな、ね、髪の毛長い女の人。これは確証ないんだけど、その花子さんランドがあって、ほんでジェットコースター乗るんやけど、これはディズニーランドのスプラッシュマウンテンが元ネタちゃうかなと思うよね。なんかスプラッシュマウンテンだったら、滝壺の中にズボーンってこうジェットコースター入っていくんやけど、これはトイレの中にズボーンって入っていくみたいなね。で、花子さんランドが意外と近未来っていうことで、ジンペイ君がマトリックスみたいに銃避けてますわ。七不思議すべて解決したんやけど、次の七不思議が待っているみたいなんで、みんなムンクの叫びですよね。名画ムンクの叫びが元ネタやね。元ネタまとめ、あと11個8話がですね、めちゃくちゃ大事な回で、霧ヶ谷乱斗君の過去がね分かったわけだけど、ここに出てきたのがその週刊アウトボーイの木村さんってことで、元ネタと言いますか、これ稲入にも出てきてるんだよね。稲妻イレブンにも出てきている木村さんっていうね、全く同じなんかいと。アニメの9話がプリズンブレイク赤点取らず収容所ですね。赤点取らず収容所は、まあ、言うてみたらアルカトラズ収容所が元ネタですわねと。プリズンブレイクの映画がこうちょっとこう入ってる感じね。でこれ皆さんわかりますか、ジンペイがスバルダン吉とか言うてんやけど、いやいや違うからスパルタ教師だからっていうくだりなんやけど、誰のパロディみたいな、わからへんわと思っていろいろ調べてたんやけど、これどうも車ダン吉さんっていう方のなんかパロディやね。車やからスバル車種のこと言うてんのかな。そしてダン吉っていうことか。これも謎なんだけどさ、マタロウの目がめっちゃキューンみたいな、なんか美少女アニメかみたいな感じになってんだけどさ、これはもしかしたらだけど、お邪魔女ドレミのパロディとか入ってんのかなみたいな、この辺ちょっと謎だわ。さらにマタロウくんがうわーみたいなで爆発とかーってなるんやけど、これはまあ、映画のプラトーンが元ネタだよね。アニメの10話でマタロウくんがいいなバウアーみたいな持ちネタやっとんだけど、これはまあ映画でもやってたけど、元ネタは荒川静香さんのイナバウアーやな。あとアニメの第10話ではワイタイムズ報道部のスッパ抜きおくんとかが出てきたんやけど、最後燃え尽きてしまうよね。不祥スパ抜きをもう燃え尽きたてあります、明日はどうだみたいなってだけど、これも明日のジョーのパロディー。ここから最近のアニメになるわけですけど、第25話ハッカーになろう黒星なゆちゃんの真実ということで、なゆちゃんを偵察しているんやけど、またジンベイくんがラップしとんだよね。その時塩をかけとんだよね、パッパみたいな。これはトルコの塩振り王子のパロディですよね。元ネタがそれなんだけど、Y 学園の生徒のデータをハッキングするためにコンピューターの中に入っていくんやけど、このバイクのレースみたいなやつはトロンレガシーが元ネタやんね。そしてアニメの26は最近のやつだよね。七雲クーカちゃんの事実ということで、クマコちゃんが美少女になって帰ってくるわけやけど、クマコちゃんが美少女にどうやって変貌したかのシーンの時にさ、なんかすごいダイエットマシーン着てるんだけど、これってさ、巨人の星の大リーグボール妖精ギブスじゃないみたいな。なんかめちゃくちゃ似てる気がするんやけど。ほいでさ、クマコちゃんはラント君に自分のこと気づいてほしくて、いろいろともやってる時に、髪の毛の寝癖をこうわざと作ってるんやけど、ラント君が気づいてくれない。ちょっと待ってーみたいな顔のこの表情の時はさ、ベルサイユのバラちゃうかなみたいな。もしくはガラスの仮面かなと思うんやけどね、元ネタは。はーい。ということで、一気にですね、33連発やってきたんですけど、いかがだったでしょうか。今回も1話から10話とか25話26話っていう風にちょっと抜粋してね紹介しました。全部やるとなるとちょっとめっちゃ時間かかるしなと思って、しかもさアニメ最初からこう見直してたからめっちゃ時間かかるよねこれね
ぜひですね、第2弾やってほしい方は、高評価とチャンネル登録よろしく。なんか妖怪ウォッチでも新しいブランドが立ち上がった時のなんかインタビューとかでも言ってたけど、やっぱりその、子供だけじゃなく、大人にも妖怪ウォッチ楽しんでもらいたいいうことで、例えば明日の女王だったりとか、北斗の拳、進撃の巨人、車ダンキジさんとか、その過去の名作だったり、名画だったり、偉人の方を、まあ、元ネタにしてんのかなとは思いますよね。子供がこれ何のネタだみたいな、わくわからへんなった時に、お父さんとかお母さんが、これはな、昔のあれなんやで、と教えてあげて、こう家族でワイワイ楽しみながら、アニメとかを見てもらいたいって、そういうコンセプトなんかなとは思いますけどね。最後に、毎日恒例の、妖怪ウォッチじゃんけん。最初は、にゃん、にゃん、じゃんけん、ポーン。